こんにちは。この動画では、ポン出前を本人視点で見ていきます。よろしくお願いいたします。今回は2種類の手前を紹介いたします。基本的な流れは同じですので、どちらの手前をするのかは自由です。なぜ2種類の手前が存在するのかは、後ほど詳しくお話しさせていただきます。では早速、一つ目の手前から見ていきましょう。まずは道具を運び込みます。お盆を運び込みます。懸垂を取りに戻ります。懸垂を持ち込みます。懸垂を置きます。部屋の事情に合わせて置き場所はアレンジすると良いでしょう。お盆や懸垂の位置を使いやすい場所へ直して送礼をします。運び込みが完了したので使う場所にセッティングしていきます。茶碗と茶器を手前に引き寄せます。後ほど向こう側に茶器と茶筅を置くスペースを確保するためです。服紗をさばいて茶器を清めます。茶器を拭き清めます。お盆の左向こう側に乗せます。茶杓を清めるために再び服紗をさばきます。茶杓を拭き清めます。お盆の右端に置きます。茶筅をお盆の右向こうに乗せます。服紗で茶巾を置く場所を拭き清めます。茶巾を置きます。茶碗を中央に寄せます。服紗をお盆の左端に置きます。茶碗にお湯を入れて茶筅通しをします。茶筅を取って茶筅通しをします。茶筅通しの目的を忘れずに意識しましょう。茶筅を整えたら元の場所へ戻します。茶碗を十分に温めます。お湯を懸垂にあけます。茶碗を拭きます。すべての道具の準備が整いました。ここからは抹茶を立てていきます。茶杓と茶器を取り、抹茶を茶碗に入れます。お茶の量は 1.5 から 2g ぐらいとも言われますが、好みで調整してみてください。お湯を注ぎます。お湯は 70ml 程度、温度は70から85度程度とも言われますが、これも好みで調整してみてください。茶筅で攪拌します。
茶筅の振り方でも味がいろいろ変わりますので、ご自身でいろいろ試してみてください。美味しい抹茶の立て方という動画も出していますので、よかったら参考にしてみてください。出来上がりました。茶碗をお客様の方へ出します。茶碗が空になって戻ってきました。茶碗をお盆の上に取ります。お湯で清めます。お湯を懸垂にあけます。本来はこの後もお客様の人数分立てます。今回はこのままおしまいにいたします。おしまいの挨拶をします。道具を清めてまとめていきます。お湯を茶碗に注ぎ、茶筅をすすぎます。茶筅をすすぎます。お湯を懸垂にあけます。茶碗の中に茶巾、茶筅、茶杓をまとめていきます。帛紗を取って茶杓を拭き清めます。茶杓を拭き清めます。茶碗にのせます。帛紗についた抹茶を落とします。懸垂の位置をずらしておきます。帛紗は腰につけます。茶碗と茶器を最初の持ち出し時のように左右に置き合わせます。お盆を持ち出した時の位置まで戻して、懸垂を持って下がります。お盆も持ち帰ります。これで手前完了です。ありがとうございました。続いてもう一方の手前もやってみましょう。お盆を運び込みます。懸垂を取りに戻ります。懸垂を持ち込みます。懸垂を置きます。お盆や懸垂の位置を使いやすい場所へ直して葬礼をします。運び込みが完了したので、使う場所にセッティングしていきます。帛紗をさばいて茶器を清めます。茶器を拭き清めます。置き場所が先ほどと異なります。茶杓を清めるために再び帛紗をさばきます。茶杓を拭き清めます。
茶杓も、そしてこの後の茶筅と茶碗も置き場所が異なります。茶筅を置きます。帛紗で茶巾を置く場所を拭き清めます。茶巾を置きます。茶碗を手前に寄せます。帛紗を茶碗の向こうに置きます。茶碗にお湯を入れて茶筅通しをします。茶筅を取って茶筅通しをします。お湯を懸垂にあけます。茶碗を拭きます。すべての道具の準備が整いました。ここからは抹茶を立てていきます。茶杓と茶器を取り、抹茶を茶碗に入れます。お湯を注ぎます。茶筅で攪拌します。出来上がりました。茶碗をお客様の方へ出します。茶碗が空になって戻ってきました。茶碗をお盆の上に取ります。お湯で清めます。お湯を懸垂にあけます。おしまいの挨拶をします。道具を清めてまとめていきます。お湯を茶碗に注ぎ、茶筅をすすぎます。茶筅をすすぎます。お湯を懸垂にあけます。茶碗の中に茶巾、茶筅、茶杓をまとめていきます。帛紗を取って茶杓を拭き清めます。茶杓を拭き清めます。茶碗に乗せます。帛紗についた抹茶を落とします。懸垂の位置をずらしておきます。帛紗は腰につけます。茶碗と茶器を最初の持ち出し時のように左右に置き合わせます。お盆を持ち出した時の位置まで戻して懸垂を持って下がります。
お盆も持ち帰ります。これで手前完了です。ありがとうございました。ここからは配置のおさらいをしていきましょう。最初はこのように道具を並べて持ち込みます。そしてこのように道具を展開してお茶を立てます。終わったら元のように道具をまとめて持ち帰ります。こちらの手前も同じです。このように道具を運び込み、そしてこのように道具を展開してお茶を立てます。道具の配置が少し違いますね。また終わりましたら元のように道具をまとめて持ち帰ります。ではなぜ2種類の点前が存在するのでしょうか。実は2つ目に紹介した方の点前は畳の上でする前提で配置が考えられています。自分から見て左向こうに釜や鉄瓶を置くのでお盆を右に寄せる必要が出てきます。よって畳中央に座った自分から見て正面に茶碗を置くと結果的にお盆の中央からずれます。丸盆でも四角い盆、四方盆でもこの手前はできます。お盆の形で手前が決まっているわけではないのでお盆の形にとらわれる必要はありません。こちらの手前ではポットの位置は比較的自由に決められます。自分の正面とお盆の正面が一致するので、茶碗がお盆の中央に来ます。この手前もお盆の形にとらわれる必要はありません。好みや状況で使い分けてみてください。続いて、今回使った茶入れについてちょっと紹介させてください。後半の手前の時に使った茶入れですが、自宅でできる茶ということで、市販の抹茶の缶を布で包んで茶入れとして使っています。自宅に茶道具がない人も楽しむヒントになればと思って紹介してみました。自宅でも出かけた先でも自分なりに楽しみやすいのは盆出前の魅力の一つだと思います。この動画が皆様の生活スタイルに合わせた茶の湯の楽しみ方の参考になれば幸いです。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、通知のオン、またコメントなどよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっています。その他質問やお問い合わせはいつでもウェブサイトから受け付けております。URL など詳細は概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。